どうも、イコイです。昨日春の単独ツアーの日程が発表されました。FC 選考の締め切りは2月1日の17時まで。そんな今回は単独ツアーに申し込む前の注意点を3つお話ししていきます。まずはキャパシティ。今回はおそらくフルキャパでの販売。倍率は昨年に比べて全体的に低くなりそうです。では、グループごとの会場のキャパシティを一気に紹介します。まずは、モーニング娘。23、2000キャパ超えの会場が目立ちますが、関東は今回も激戦が予想されます。現在、17期大出が進行中、新メンバーお披露目の挨拶も見ることができそうです。続いてアンジュルム。中四国、九州が多く、関東はかなり少なめで、落選祭りの可能性も、最新アルバム、ビッグラブを引っ下げたタケちゃん最後のツアー、最高の公演になりそうです。続いて、ジュースジュース。結成10周年の記念ツアー。注目はルルちゃんの地元、広島での2公演。名古屋はフォレストホールとビレッジホールで、キャパシティが違いますので、注意が必要です。続いて、椿ファクトリー。キキちゃん卒業後初のツアーに、3月はすでに予定が詰まっているので、公演数は少なめです。ザマでは3回開催。初のフォレストに、静岡と凱旋公演も楽しみです。最後はビヨンズ。北海道、九州がない、なかなかに攻めた日程です。ツアータイトルはネオビオ。寸劇に変わる新しい演出が行われるのでしょうか。今から楽しみです。続いて日程調整。まずは毎年恒例、ひなフェスの日程ですが、4月1日、2日でほぼ確定かなと思われます。ひな祭りとは何だったんでしょうか。そして、朝倉キキちゃんの卒婚は、祝日の3月21日、もしくは3月最終週の平日に行われる可能性が高そうです。ビヨンズは4月中旬、ジュースジュースは5月下旬の予定が空いているため、新曲発売はほぼ間違いなさそうです。今のうちに予算管理をしておきたいですね。そして気になるのはお茶の間。前回を超える規模のセカンドツアー、近日中に発表されると思います。希望としてはゴールデンウィーク中野での単独ですが、果たしてどうなるのか、期待して待ちたいです。最後に今回も FC 選考の場合は原則、支払いはコンビニ一括払いです。すべて当選した場合でも破産しないよう気をつけて申し込みましょう。いかがでしょうか？皆さんの春ツアーの参戦予定についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。